前回のカツグラ、夏だかずっとサーバーに入れない。そう、カズクラワールドに入れない。このままではカズクラ2020終わりの危機。一日経って恐る恐る試してみると、入れた。おお、ごめんカズクラワールド、今までオラがいろんなことをズボラに何にもやってこなかったことだろう。だから入れなくなった。そんなわけでゴーレムさんを移動したり穴を塞いだり、そんなことしてたっけな。穴は塞いでないか。まあとにかく村のために頑張った。そして今日数残し頑張ります。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。うわ、気持ちいい気持ちいい。なんかこれ治ってる、ありがとう。ほんとありがとう。あいつたちだな。ほんでなんか今更なんだけどさ、なんかラマ増えてねこれなんか増えてるよねこれ。誰かやったなこれ、誰かやったな。まあとにかくですね、もうやっぱこのサーバーで遊べるのがもう最高。え、なになにこの穴、塞いじゃう。カズクラおじさん塞いじゃう、こういうの。もう中からみっちみちにね塞いじゃうよこういうの。あれ意外と葉っぱね。ちょっとまたマウギーの植林所からねいただくか。ありがとうございます。そう、本日も巻き潰しのためにちょっといただきますねこれ。いやでもね、めちゃめちゃ軽くなってるよこれ。ワールドがねめちゃめちゃいい感じ。これ軽いよね、あからさまに。もう一回薬効発射してくるか。まだね金が追加されてないので、まあこれ実はまだ未完成なんですけどね。あみょんさんのマリーゴールドだっけこれ。すげえよなこれ、すげえよなこれ。はい、まあ、もうオッケーオッケーオッケー。いや確実に軽くなってる。なんかドズボンさんの方もね、まあ、ゴーレムをなんかうにょうにょってするそのうちを作ったりしたりとか、いやなんか頑張ってるんですよね。いやオラもこれは負けてられない。だからオラの島もすげえんだぞっていうところをねちょっと見せていく。本当にあーこんな便利なんだ、カズさんのところちょっと使わせてもらいますねみたいなね。他の住人があんまりね来ないっていうのは不便、便利なとこ1ミリもないからってことにつながるだからオラ頑張るよ。うん、ゾンビも湧かないし、あ便利だなっていう、そんな土地。まあそんで今回ですねちょっとやろうとしてるのは長らく行ってない師匠島もう完全のさ、もうこれ最大の数残しだね。便利なのにやってないっていうね数残し。いやこれをねなんとかしようかと思ってます。待って喋ってると忘れちゃうよ。ちょっと待ってな、この穴の修復。オッケーオッケーオッケー。以前よりも明るくなってよりより完璧になりましたね。ここら辺最近ねめちゃめちゃ湧いてんのよ実はまだまだ甘かったということですかねこれ。はい、まあまあこんな感じでいいでしょう。さあというわけで今日はねもう上司書さんをもう連れていこうかと思ってます。はい、ていうめちゃめちゃ少なくなったよね。1,2,3,4,5,6 村人だよね。上の階にはおらんで6村人だけなんだこれ。うわ減った減った。まあでもねこういった小さい村から、まあ、すごい人たちが出てくるみたいなね。いやほんとそれですよ。いやちょっとこの前ねズーム飲み会みたいなことをしたんだけど、福井はね大野の奥の方だね、ほんと山奥の小さな村があるんですけど、そこからですね今、清水邦明さんって方がいるんですよ。いやもうお母さんとかねお父さんに聞くと、おあの人かみたいなね、おーっと思う人いると思うんですけども、その方のお姉ちゃんが今のブックオフの会長さんだったり、その村から出た人が山田電機の会長さんだったり。いや大物だらけっていうね、ほんと小さな村で大物がいっぱい出てる。だから逆にこんだけ少数だと、もうすごい教育を受けられて、もう先生とマンツーマン状態だからさ、将来すげえやつになるみたいなことがあるんかもしんない。だからこれ今日来るよこれ。やってみようか。みんな外出ないんかなこれ。ちなみにこうやってやると就職はしない？お前一体どういうこと？お前ら時間帯の関係なんかいびつだよねこの村人。そういえばここ置いたのに就職しないこの人たち。あこのハーフブロックが怪しい。このハーフブロックに乗ってる村人怪しい。これなんかあんな、これハーフブロックに秘密が。待って一旦ここでどうだ。ほんでお前たちすごいのに目覚めたらどうだ。これ束縛いいなぁ。いや遊びに使えそうな束縛。待ってまあいくらでも出てくるから束縛なんて、3つ目4つ目5つ目のやつで。そ
これ頑張ってみようか。みんな出てきてほしいけどね、せめて。このハーフブロック乗るとダメなんだろ、これ就職できない呪いにかかってしまうっていう。いや、なんか2階とか上がってた。なんで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 3階上がった、お前ら。怖い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 、謎謎謎謎。いや、なんかうまくいかねえな全然。あ、待って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 、この人元から優秀な人だった。確保します。確保しました、確保しました。ダメよ、あバカ。オッケー、バー、一人だけさらう、一人だけさらう。はい、オッケー。なんか引っかかって出れない出れない、こっから。こうか。おーらお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 ら、あれ、あれピストンどこ行った、なくなったよな今。え、こんなこと初めて。怖い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 。とりあえずすや、カズクラ、あーよく出た。あ、ちょっと待って待って待って、外のあれに乗られると困るんだけど、大丈夫か。待って、これ上禁止にしよう、これ移動。下降りてみんな。ダメ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 、絶対ダメ。あ、やったよもう。あー、ほんで皆さん本日もね、なんか優秀なコメントありがとうございます。リヴァイアッカーさん、マンさん、ありがとうございます。アンケートがない、カズさんサボりました。はい、まあそんなコメントあるんですけど、もうアンケートなくなったんだって。ちょっとカズクラ見るのサボってたでしょ。なくなっちゃったんですよ、もうシステム的になくなっちゃって。だからね、みんなコメントで盛り上げてってと。ほんでまあね、まあ、これが今回、固定したコメントになってるんだけどさ、いやー面白い。カズさんとかけまして、カズさんの動画届きます。その心は当分やめられないでしょうっていうね。いやー、みんなのね面白いコメントでもうぜひね、埋めていただきたいコメントを。まあそんなわけで、まずちょっとこの子ね連れていきますわ、あの師匠島の方に。行きますよ。少しずつ、誰だお前、まあ、こんな感じで少しずつ来てるんですよ、村人さんが。こんな感じかな、これ。はい、迎える準備ということで、こんで一応完璧だな。あなた余計、はい、あなたら散りまーす。あなたはあっちの島の人ですよ、まだ就職してないんで。オッケー、めっちゃ戻ろうとしてる。あー、でもこっちに馴染んだ馴染んだ、もう。やばい、原点回帰しようとしてる、また海を渡ろうとしてる、海を。嘘でしょ、この村人の執念は何なんだこれ。ちょっと待って、またれい、またれい。今ここを乗せるので、はんはん、危ない、あー危ない、めっちゃ気持ちよくなろうとしてたこいつ、危なかった。これが正解なんかな。潰します、はい、潰しました、乗れ。乗らない時あるよねこれ。はい、なんで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 、あ、乗った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 、オーライ行くよ。よーし、オッケーです。いや、これでまた一人来たでしょこれ。さあ、あと一人ぐらいなんとかしたいなこれ。ちょっと優秀なの、ちょっと名札作るね。今あなたは水星特攻っていつ大なんだろうこれ。水星特攻ね、はい。あなたが爆発耐性ね、なんか感じ違うな。はい、という感じですよな、今のところは。返して返して。さあ、なんとかあと一人、あと一人なんとかしよう。これ誰も来てクリアしないぞこの師匠島。おー、あー、もう夕方だこれ。あ、とりあえず最上階とかからいなくなった、一旦閉じる。な、ちょっと次の夜目指していきますか。次の夜目指して、少々お待ちを。いでよ師匠さんになりたい人たち、いでよ。ははん、あれ、あ、待って、ここの三つ村人が、ほら出るがいい三つ村人、はい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 、出てきた。申し訳ない、待て待て待て、お前は、あ、ドロップ増加の人いるじゃん。捕まえ捕まえたい捕まえたい、はい、あなたも確保しておきます。いや、ちょっと実力で出した人も欲しいんだけど、ちょっと一旦ここね。ちょ、他いないですか。束縛、ほんと好きだね束縛。いやー、ボンジュールさん束縛好きだからな、あの人。いや関係ないか、うーん、首、
ごめんごめん、そんな簡単に首にできるもんじゃないけど、人間って、うん、そんな感じで気に食わないから首とかダメよ、気に食わないからパワハラとかダメよ。あ、でもなんか法律でなんか決まパワハラダメよみたいなね、なんか整備されるみたいだね。いや、ほんといいこと、私もほんと気をつけよう一応ね、パワハラする側の人間、する側の人間って言うと変だけどさ、あのパワハラができる側の人間だから、あのマジマジ気をつけます。いや、うまいこといかねえな、なかなか。こんなとこで お前ら就職してもたんか、お前ら。ここのはもういいって、ここのは。そっか、これで就職。もういい、もう、ここいい、もういいよ、ここは。あ、これワールドも軽くなる。オッケー。みんなこっち。今の流行りは司書さんなんだって。落下体勢。ああ、修繕いた、修繕いた。我が村にも修繕の村人が。お前だ、お前、行くな。ルールルー、おーらららあれ、じゃあ俺だけ乗ってる。どこ行った？ダメージ効果5。おら、きゃ、やばい、やべえの捕まえた。これ早くレベル上げて固定しねえと。エメラルド早くレベル固定。これはやばい。オーケー。しかも結構安いよね、35とか。これはいい。あ、いたあなただ、あなた。オーケー、あなたもこれで固定されたよ。さっさとりあえず連れてきますかね。いやー、よかった。これみんな喜んでもらえる、あの師匠島ね、ネオ師匠島が今ようやく。やっぱね、大切なのが人なんだよね、結局。本当それ。もう学校ね、部活も会社でも、もう結局大事なのは人、人でうまくいくかどうかが決まるというものでね。はい。はい、とりあえずこんで一応 OK ですかね。ヒーハーでさ、ダメージ増加、これは激アツよ。はい、とまあこんな感じで本日はね、終わりましょう。あー、いいことするって気持ちがいいということで、あのだいぶ整ってきましたね。子供ゾンビホイホイということでね、これもしておいて、はい、より完璧になりました。いやー、こんな感じでね、もう数残しゼロの気持ちで頑張っていこうかと思ってますので、はい、皆さんまた、今後ともよろしくお願いします。コメントもよろしくお願いします。というわけで本日はこんなところで、またお会いしましょう。バイバイ、ピピキン。